そして4号艇が城卓選手でございます。はい、おはようございます。おはようございます。昨日の準優勝戦は素晴らしい追い上げだったんですね。僕じゃないです、エンジンが追い上げましたね。はい、エンジンに関してはもうずっとおっしゃってますが、もう何だ問題ない？はい、もう全権初日整備して、完璧に仕上がってますね。そうですか。今日は私もスポーツ新聞全紙目を通しました。コース取りに関して微妙でございますが、しかし2日目はこの青いカップでまくりきってらっしゃいますよね。コースはもう出てみんとわからんから、はい、もう今言ったら嘘つくことにもなるしね、コースはもうピット離れてから考えます。いろんな状況があるよということで、ファンの皆様は考えながら船券を買ってくださいと。そうですね、僕だけやったらインコースに行きたいんですけど、まあ、相手がいるからね、はい、それだけはもうコースはもうどこになるか分かりません。そうですか。でも今節はイン逃げも決めてるし、角まくりも決めてるしという形でございまして、じゃあ、この後はもう不安な点は何もない？水面だけです。落ち着いてもらいたい。ベタだったら勝てそうな気するんですけど、はい、まあ、この風だったらもう 100% ないですね。そうでございますか。え、 100% ないんですか？ないです。ああ、そうでございますか。じゃああとはお天道様に頼むしかないと。そうですね、もう横風が強かったらもうまず自信はないです。そうでございますか。とは言いながらね、やっぱり城卓さん、今度優勝すれば区切りの80回目の優勝になりますんで。あ、そうですか。意気込みを一言お願いいたします。水面に来てください。はい、わかりました。水面に来ましょう。城卓選手ありがとうございました。